はい、皆さんこんにちは。柏清水の清水真一です。今日はごまクッキーを作っていきます。ごまクッキーといってもですね、通常のクッキーではなくて、卵を使わないクッキーを今日は作っていきます。卵の代わりに、水分として牛乳を入れたりとか、ベーキングパウダーが入ったりとか、普通のクッキーのレシピとは、少し、違いますけれども、卵不使用のクッキー、レクチャーしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、卵を使わないごまクッキーの作り方です。卵の代わりに牛乳が入っていきますので、卵を入れる、タイミングのところで牛乳を入れていく、加えていくだけに、なるんですけども、つなぎ、通常卵はつなぎの役割を果たしますけども、このレシピは、卵のつなぎがなくなってきますので、少しポロポロとした、まとまりになってくると思います。なのでそこのつなぎ方、説明しながらやっていきますけども、まずは柔らかくしたバターですね。室温に戻して指が入るぐらいまで、柔らかくしたバター用意してください。そこに粉糖をすり合わせていきます。粉糖を使うことで食感が柔らかくなっていきます。そちらに牛乳を加え、それからアーモンドプードルと粉を一緒にふるったものを最後に加えて、成形をしていく。難しい作業では、ありませんけれども、牛乳を加えるところ、それから粉でつなげていくところですね。そこがポイントになってきます。はい、ではまず最初に粉をふるっていきます。薄力粉です。アーモンドパウダー、ベーキングパウダー、これを一緒にふるっておきます。バターですけれども、室温に出すのが遅れてしまって、まだしばらく柔らかくならないような場合は、こんな感じでですね、ラップにくるんで手で揉んであげてください。で、薄くして、揉んであげると、すぐにバター柔らかくなりますので、こんな裏技も覚えておいてもらうといいと思います。これ変な色してるなと思います。変な色してるなって思うと思いますけども、これ青いラップですね。こんな、これ業務用の青いラップなんですけど、透明なラップは、もしちぎれて、引きちぎれてお菓子の中に入ってしまった場合になかなか発見することができないんですけれども、青いラップだと、異物混入を防げるということで、こういう、業務用の便利なラップも、市販されています。この辺にバターをくるんで揉んでください。はい、そしたら、バターをボウルに入れて柔らかくしていきましょう。はい、そしたら今日は、こちらを手で混ぜていきたいと思います。柔らかくなった、バター均一になってます。こちらに、まず粉糖を入れていきます。バターと粉糖を、しっかりと練りながらなじませていってください。はい、通常、この作業は、ミキサーを使って行いますけれども、今日はご家庭用で、量が、とても少ないので手で、混ぜていきます。で、お砂糖がしっかりと、馴染んだところで牛乳を加えます。この牛乳の水分が、つなぎの役割を果たします。そしたら、
こちらに薄力粉とアーモンドプードル、ベーキングパウダーを一緒にふるったものを加えていきます。ここで卵が入ってない分、こんな感じでそぼろっぽく、つなぎが弱いので、そぼろっぽくなってきますけども、しっかりとここで、混ぜていくと生地がつながっていきます。しっかりとまとまるまで、手でこねてください。はい、こんな感じで生地全体がまとまってきたら、最後に黒ごまです。この黒ごまもオーブンで、大体10分ぐらい、しっかりといったものを加えていきます。黒ごまが生地全体にどっか一箇所にまとまるようなことがないように、生地全体にごまが拡散するように混ぜていきます。はい、生地がまとまってきたらテーブルの上で成形していきたいと思います。くっつかないように強力粉を軽く振ります。生地全体を手で揉んで円柱状に、成形をしていきましょう。棒状にですね、棒状に成形をしていきます。はい、このように、直径3センチほどの、棒状に成形をします。そしたらこれが完全に全体が固まるまで、冷蔵庫に入れて休ませます。はい、成形してから、1時間ほど経ちました。そしたらこれを、カットして焼いていきたいと思います。1センチですね、1センチぐらいの厚さに切っていきます。はい、では170度に予熱をしたオーブンで焼いていきたいと思います。3個の4個、全部で12個、鉄板に並んでいます。はい、今日も最後まで YouTube 見ていただいてありがとうございました。今日はごまのサブレを作ってきました。卵を使わないサブレです。卵のアレルギーの方には、召し上がっていただけるようなクッキーです。今日も楽しかったな、面白かった、勉強になった、作ってみたい、そんな風に思われた方、ぜひ、チャンネル登録、それからいいねボタンよろしくお願いします。概要欄の方には、さらに詳しく、本格的にお菓子教室を学びたい方のために、ホームテストリーという、有料のインターネットライブのお菓子教室のご案内がありますので、もしよろしければそちらも覗いてみてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。